さんこんにちは、水木あおのメイク動画です。イエーイ。今日はネイルをしてみました。チラ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 、まあ結構なんかネイルは見たいとか教えてほしいっていうのがあったので、今日はちょっと細かくなってしまうんですけど、簡単にできるので教えたいと思います。と、使うものがこんなやつで、見えるかな、ほらちょっと文字とか入ってるシールのやつなんですけど、レタリングシールって言って、昔に多分流行って、昔こちらのシールでなんかメモとかみんなにメッセージを貼ったり、自分の名前を書いたりするやつで、お値段はこれは200円とか100何本158円とかで売ってるから、多分シール屋さんに行ったらあると思います。 Amazon とかでもレタリングシールとかで調べると出てくるので、ぜひ皆さんも調べてみてください。で、こちらを爪に使ってネイルしてみたので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。はい、と貼り方をまずこの紙に貼っていきたいと思います。こういうシールがあるんですけど、ここに置いて使いたいところを、例えば青ってやろうとしたら、この A をこうやってペンでこする、そして離すとほら A で、その隣に O が欲しい、じゃあ A の隣に O を置いて O だけをこする、そしたらちょっと灰色っぽく色がなって、あ、ついたってわかるので、ついたら剥がすとほら青で、この横のやつとかつきそうやったら、皆さんは紙じゃないわ、ハサミでこういう字を切って使ってください。で、今日はわかりやすいように、ちょっと切ったらやりにくいので、青は爪にも同じように青って塗っていきたいと思います。はい、青はい、こんな感じです。こんな風にやっていくと、いっぱい可愛いのができます。実際に爪いっぱいやってみます。はい、できました。じゃじゃーん。もうとりあえず適当にポンポンポンって貼っていったんですけど、まあこんな感じになりました。はい、まあ普通にこういう文字だけでも可愛いし、これ全部 1,2,3,4,5,6,7,8 とかにしちゃっても可愛いと思うので、 8,9,10 まであるか、手はので、ぜひ皆さんもやってみてください。まあ、もしカップルとかがいる方はイニシャルとかを入れて、誰々&誰々とかしたら可愛いと思うので、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたね。